トランシットとは望遠鏡の中心点を基準として望遠鏡で始順した点または方角に対する角度を計測する測量機械の一つ。欧州で発明されたセオドライトが米国に渡り、米国ではこの種の機械をトランシットと証拠するようになった。日本で光学的測量機械が使われ始めてしばらくはセオドライトもトランシットも経営入りと証拠されていた。 日本国内でセオドライトやトランシットが製造されるようになるとバーニアメモリで角度を読み取る構造のものをトランシット内蔵している精密分度板に刻まれた数字をマイクロメーターで読み取るものやデジタルディスプレイに表示された数字を読み取る構造のものをセオドライト特別するようになった。およそ1990年頃以降は高精度を要しない。 林業農業用や簡易測量用、教育実習用以外のトランシットはほとんど製造されておらず、測量業務ではデジタル数値表示の電子セオドライトや即角精度が極めて高いデジタル数値表示のセオドライトに、高波距興やデータ処理機能を付加したトータルステーションが用いられている。トランシットの一例測量の際には、専用の三脚の上に据え付けて用いる。 望遠鏡が遠直軸、水平軸の二軸によって回転する構造となっており、望遠鏡によって捉えられた二つの目標間の角度を表示する。角度の読み取りは、ノギスなどによく見られるバーリア式であり、即角精度は数分程度である。日本国内では、トランシットという故障が広く知られており、セオドライトやトータルステーションなどを含めて、光学的即角機械全般を、 トランシットと証拠する向きもある。トランシットという言葉は次第にセオドライトという言葉に置き換わりつつあり、ISO17123 から3でもセオドライツという語が当てられており、公共測量に係る作業規定の順則においてもセオドライトという語が使われている。ありがとうございます。